やっとマニラ空港に着きました。今ね、歩いてるんですけど、あ、これ空港かな。めっちゃ本当ね、30度、クソ暑い。まあね、ちょうどね、ピックアップしてくれるところまで向かってます。なんか、やっぱ初めてだと結構緊張しますね。さあ、無事に、僕はバギオまでたどり着けるのか。今ね、ここ首都マニラです。やっぱ明日から封鎖されるみたいで、一応ね、僕ね、入国通過できました。なんでここからちょっと学校の人のところまで向かいたいと思います。いや、なんだかやっとバンに乗れました。これからなんか違う人のピックアップをしていくみたいです。とりあえず、バギオまで相当時間がかかるみたいで、まだまだ着きます。ではバギオまで行ってきます。今たまたまですね、なんか運転手の人が疲れたから休んでいいみたいな感じになって休んだところです。まあ来ることもないだろうなと思いまして、とりあえず映像に残している限りですね。お店の中まではなんか撮るの最初から気まずいんであれですけど、なんかこんな感じですかね。普通に普通です。さっきも言った感じですけど、結構なんかドライブスルー的な感じなんですかね。こんな風に売ってますね。なかなかない感じです。あとなんかどうも語学学校までは1時間ぐらい着くって言ってるんで、まあそれまで寝たいと思います。ではまた。